似てるところとかって似てるなと思うと声女の好みも違うよ。全然違う。どう違いますか。なんか食べ物の趣味全然違いますけど、逆に似てるところとかって似てるなと思うと声まあそうかね。よく俺と間違えたりとかする人いる。へー。この間出たテラさんとかなんか、おテラお前いつかテラって呼ぶようになったみたいな、俺が言ってると思ったらしく、お前いつかテラって呼ぶようになったのみたいなことを相手に言ったらしい。だからテラさん電話でしょ、それも、うん、この肉に対してこのペティは細すぎる。結構タフだからね、この肉。結構タフよ、この肉。やっぱスペアリブも焼き肉のあれも骨周りが高いじゃん。脂身も高いし、うん、いい肉じゃん。これがうまいところだからね、これね。ティーボンステーキの大好き周りとかね。俺海外旅行行ってさ、うん、キーボンステーキアメリカとか行くと、あっちがファラオか頼んで、うん、2つ頼んでこうティーのところ全部きれいに食って握ってここのさこう、うん、2本こうやって、なんでかっていうと次の日ダイビング行くっていうね、みんな、うん、でファラオ海きれいじゃん、うん、通る海は綺麗なんだけど、その視界の先にサメが出てきた時一番やばいじゃん。その対策用に俺はティーボンステーキでこうって持って海に入ろうと思ったら、インサルが何すんだそれ、いやいやシャーク海ノノノノノノノプロブノープロブノノノノノノノお前が何で言う、それでどうすんだって口開いたら中からボワサメ倒そうとしてるの。そう漫画だよそんなこと。それダメだってお前捨てちゃうから海に入るときにもうこう360度どっから下げる。大体骨なんか持って入ったらその血の肉の匂いでね寄ってくるわって話じゃない。分かってからちゃんと前の日風呂場で洗った。バカなんだよね。準備がどこまでやるんだよ。簡単だったんですよ。海は怖いから、ね、いや海怖い。俺この間うちの番組でほら行ったじゃん、沖縄の釣り、深海1000メートル以上のところまで。いやもうあれはもう深海のことよりも俺船の上にいる俺の方がもう無理だった、うん、そう。もう半端じゃないし、それプラスやっぱ深いイコールこんなとこで大丈夫かぐらい揺れるんだよ船が。やっぱり恐怖心ってあるよね、はいはいはい、だからもう一番慣れてる漁師の人とかも乗ってたから、これこの船クラスって転覆とかって絶対ないですか。ないです。飲むの嘘に決まってんだ、あるよって言えないだろ。まあな、まあ転覆するぐらいのタイタニックだって転覆するんだろ。まあな、まああれは座礁したからな。半端じゃない揺れたからね、こんなっつったもん、でもやっぱさ、すんげえ沖の方出たじゃん。うん、360度陸地が見えないわけ、うん、海の男とか、うん、海が好きな人はそこにロマンを感じるじゃん、うん、俺は嫌でしかなかった。俺もでもね、不思議なもんでそんだけの深いところ行くでしょ、周り何も見えないのね、うん、周り何にもないの、水平線しか、はいはいはい、なのにモンシロチョウ飛んでんだよ。へ、いやまあそれなんかちょっと一瞬どっか行きかった。違うみんな見て、うん、なんかサンズの川かなんか青か本当に飛んでて、あの休みに船にちょっと泊まったりとかしてて、これどこ向かって、あ多分なんか求めて島を目指してんじゃないですか、 あったかい方になのか、そうそうそう、でもちょっとそこはね、うん、なんか不思議だなぁ。今日ってそんなに大陸越えるぐらい飛べんの。飛べんじゃないの、だって飛んでんだもん。船がいたから休めっけど、いなかったらどうすんの。いや蝶の気持ちにはなれねえからわかんないけど。いやでも本当にいたのよ、本当のモンシロチョウぐらいの白っぽいよ。幻じゃん。違うわ、何人も見とるわ、みんなが同じ幻。あ、怖っ、あ、怖っ。海の幻。人に命預けるのは、うん、俺は飛行機だけでいい。飛行機は大丈夫ですか。飛行機は途中なんかやべえなーと思った時、なんか飛び降りたら、奇跡が起きるかもしれない。いや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 絶対起きねえよ。いやいやいや
海は奇跡起きんねえよお前。でもさ、昔さ、どこだっけな、どっかの離島行って、うん、こう泳いでたわけ、うん、で、まあまあちょっと大きい足つかないってところで泳いでたんだけど、うん、昨日ここで隣でサーファーがサメに食わってて聞かされてから、うん、お疲れしてた。俺もサーフィンやってた頃に腰越っていう鎌倉の方にポイントがあって、はいはい、内回しとかしてるとなんか足とかに昆布と か, なんか海藻みたいなのがファサって当たったりとかする。そうするとあのやっぱりジョーズのあのあのオープニングのあのわっさわっさしたやつグゴーデーデーってなっちゃう。だそれぐらい上手なあのボートデー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 、うん、はい、ファーストシーンは衝撃的だったよな。あれよ、海では立ち泳ぎ しちゃいけないみたいな。でも夜なんかもういかに酔っ払っても夜海に入っちゃいけないとかそうなったもんね。夜の海怖いよ俺絶対無理、うん、怖い。夜の海だったらくるぶしからしたもう波打ち際でいいじゃねえかもうっていう。セントみたいに熱かった。女の好みも違うよ。全然違う。どう違いますか。小動物、大動物。そう。なんか俺は小動物系の可愛らしい。だから砂漠にいるこう穴ぐらいで暮らしてるこうリスみたいな顔なんかバーッ捕まえてくるんだけど、俺はライフル銃でゾウかなんかバーンダーン。俺別にパーツとかってそういうのではあんまないんだけど、なんか雰囲気の可愛らしい子が好きなの。なんか兄がどっちかってちょっとなんか女としてこう色気の出てるタイプみたいなのが好きかな。全然タイプ一緒とか何か一緒とかないもん。うん、もう昔からですね。じゃない。うん、ずっと一緒にいたわけでもない。お前が高校生の時におばあちゃんちんとこにいた時に、あのおばあちゃんが人志ちゃんもうカズちゃんがねーってどうしたなんかあった。女連れ込んで別にいいじゃんでもうなんか止めてって何を。家が揺れるの見かいて部屋ばやんだけど風ってこう盛り上がってる顔だけだし何何じゃねえば高校生同士だから、はい、お互い、はい、その時の彼女の顔は覚えてもいないひどい話だよひどい。ケツだけ見えたからケツだけ覚えてる。ケツだけいいケツだったろ。いやそれも覚えてるでもね男だよ違うよお前おばあちゃんにそういう思いをさせちゃいかんのだよ。耳といいから聞こえないかなと思って。聞こえるわあの時おばあちゃんバリバリ元気じゃねえ、うん、まあそういうそれはなんだって一時期役者でちょっと苦しい時期に実家に戻ってきた時に俺が下の時に上で初めてたじゃねえかバッカバッカ落としてたじゃんその時に俺近寄んだから俺は高校生じゃないからそうな社会人社会人だった高校生じゃねえや社会人始めてやがったやと思ってテレビ大きくしたりとかしたでこうやってよいじゃんだバイト代とか入った時とかにはちゃんとラブホテル行ってましたよ。でもなきゃ実家でしかないじゃんね。そんな高校生なんか猿だからね、はいはいはい、なんか一回ものすごいなんかこういう言い方って悪いけどあの容姿のよろしくない方をバイクで送らなきゃいけない時があって、はいはい、女の子ね、はい、でバイクでその子を送ってあげる容姿がよろしくない容姿がよろしくない失礼な人にいいじゃないか過去の話がそこ言わなくてもそれでその子ガーッと送ってる時にその子にしたらこうこうってタンデムで乗るじゃん、はいはいはい、もうだったからねその時とか俺はもう高校の時はそうでもないからだって俺はもう17からそうそう17から呼んだされて、うん、まあ食って家賃払って、うん、飲んで喧嘩するのでいっぱいいっぱいで女どころじゃなかったの、うん、そのねモテないもうひがみみたいなのを俺にぶつけてくるんだよ。そうモテないひがみとかじゃないモテてるモテてないとかいう自覚がない、うん、だ当時だってさ俺の18ぐらいの時代でモテてんのってさ、うん、
なんかパンチパーマ45度の名言があって、あの白いハイネック着てさ、白いハイウエストのこうダーバギーパンツ、うん、で革靴履いてるとかめっちゃモテんねん、あのヘビー側のベルトして、うん、あそこには行きたくなかったわけよ。だから時代が違うんだ、2つしかかんない。まあな、俺だってバイクのタンデムの思い出なんかあんまいい思い出ないよあれだってほら、あいつと俺同棲してたの3日って神戸の親が出てきて、なんか部屋1時間だけ出てけって戻ったら、女も荷物も全部、ああ畳って青いってこういうことなんだったって初めて思ったんだよ。時にあの時付き合ってたか、それでバイク乗ってて後ろで言うわけ、俺スピード出してる時、今なら死んでもいいよっていうわけ。これ映画中だろ、かっこいい、かっこいいって言ったらあれですけど、かっこいいですね。これだってあいつバイク降りたら親に連れて帰られて別れることになるから。でもさすがに俺も赤信号突っ込みなかった。悲惨そんなことしてたらまあそういう青春ドラマあるよね、誰でもね。もう今やお化け屋敷はさ、初めて高校生の時に歩くとこ、ミニランドかな、読売長いじゃん、読売ランドかな、だって俺が高校生だよ、うん、でデートするじゃん、うん、あのお化け屋敷の歩くとこな、うん、当時はまだ俺多分ね、あの読売ランドと思うんだね、一発目お化け殴ったの一緒のことしてんだ俺とそれまで、うん、やっぱお化け屋敷って女が怖くて、こうあのなんで背中つまむようにこう、ああこうね、つまむなって言うと腕にくっついてくるじゃん、うん、これめっちゃ美味しいじゃんって思ってる時、うわーとこっち見てうわーとか、うん、びっくりしてるだろジャブ出てお前お化けノックアウトでお前なんか怒られて途中退場とか俺だって富士急ハイランドなんかサイレンになって、俺あのジェイソンみたいなマスク割れて泡吹いてて、富士急でもやったの、あいつも悪いんだよ、俺捕まえたんだよ、肩触っちゃいけないんじゃないの、いやだからなんか捕まえられた、ほいで振り向きでバーンって言ったらマスクバーンって割れて、サレバーンって俺後部のみちゃんに、おざんさん、うちの従業員殴るのやめてもらえますか、いや触る方が悪いでしょ絶対に。俺はだから水道橋から乗り継いで先に行く電車の高校に行ってたから、うん、で水道橋で降りて乗り換えの時に友達と行って、なんか行くのめんどくせえからサボって遊園地でも行くかっつって後楽園で遊んで、で男同士よ、男子校だったら、はい、でガーッて遊んでる時に最後の最後に井戸からこんなとこまで手出してきやがったから、もう俺はお化け屋敷そんなこんな女と言ってもこんな余裕ないの、女いても前に出したいタイプだから怖くて、はい、すごい苦手なの、はい、もうだからうーもうこう来たからうーバーコーってやったらそのまま俺学校でサボってるじゃん、うん、で学校に連絡が、あそかで定額お化け殴って定額、お化け殴って定額それプラスサボってるし、サボってる最悪、そうそういうのがあったよ、ね、だからもうお化け屋敷もダメだし、あ歩くのはダメなんだよ、うん、乗り物はいいじゃん、うん、歩くのは俺が、俺もお化けもあぜっとしたん、俺娘2人で貞子がまだ1のできたばっかりの時、うん、大橋市に貞子の歩くお化け屋敷あったんだ、ガイゼルと言ってて、うん、ダディここ入ろうよって言って、俺やだ歩くのって言ってるのに、ガイゼル最初こうしがみついて両側から、うん、なんか懐かしい高校を思い出すなってで思っててこうって言ったら、貞子がよ突拍子もねえとこから張ってきやがったブワーッとあいつギャーッつって全速力で行ったね、うん、全速力でそれの叫び声と走るのがすごすぎてでしかも前から貞子来てんねそれを両サイド駆け抜けた時に、俺と貞子が対峙した時に貞子もちょっと唖然としてて俺もなんかそれが面白くて、怖いよりもどうするって言ったら貞子ですねですね立ち上がったね武田鉄矢じゃねえか、そうほんでどっち行ったらいいの、 あっちの方が出口なんで貞子に貞子に
男の男の貞子で俺出口出たらさあいつらいるじゃん、うん、二人ごめんってお前らなんか見た貞子だけ走って逃げて出る、うんうん、ああこういうところそういうところに似てるかもね。お化け屋敷苦手、うん、絶叫も新規がいい、うんうん、ディズニー大好き。ああ確かに、あ、うん、そうですね、ディズニー好きはそうですね。ディズニーはもう大ロマンじゃん、楽しくてしょうがない俺よりも好きだ、回数は半端じゃない。へえ、ソアリン乗ってないだろ。なんかさそういう乗り物って大好きなんだけど、知らない乗り物を乗るのがちょっと嫌で、うん、シンガポールの USS ユニバーサルスタジオシンガポールだから。ああそういうこと、 USJ ってジャパンだ。ああそういうことか。 USS 行った時にみんながジェットコースターさ、うん、あのすげえんだよシンガポールの USS って、こうあ床がないやつと、ああ足がブラーンとするやつ、ね、あるやつが一緒にあのこうくっついてる。うん、で普通ジェットコースターはカッ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 って行って、うん、上まで行ってブワーンじゃん、うん、俺下で見てあすげえ2つ一緒なんだと見せたわけ。カッ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 って止まんねん上り下げ、うん、ブワーンとか言うそっからで俺見てたら俺に B さんとか怒ってくるんだよ、うん、お前 B さん入って足ぶら飲んじゃねえよみたいな、うん、でこんなの乗れねえってヤマと一緒に、うん、でみんな乗りたいっつって言ってくる。じゃあ俺らってさ、おピラミッドあんじゃん、ハムナプトラーだ。それで俺と山が、いや俺はもうハムナプトラー大好きで、山も映画見てもこれなる場所に行こうぜっつってガラガラだったから、こうなんかね階段上がってくんだよ、でこの登るんだって、へえ、おい山まさって注意書きでデンジャーっつって帽子とかこう手を上げるなっていう絵が、うん、山ちょっとなんかこれジェットコースターっぽくねっつって、うん、いやハンダプトラーっすよあいつ脳天気だろ、うん、あいつ脳天気俺でさ誰もいねえんだよ、うん、で 俺らしかいねえんだよ、うん、でガー来るじゃん、うん、先頭じゃん、うん、で俺とあのいや二人キモいから男同士、いや後ろに乗った、うん、でも乗り物がちょっとジェットコースターっぽいんだよな手すりあるし、うん、やな感じガッジャンってやられるので、っつったらピラミッドで行き止まりなんだよ、うん、でも本当に行き止まりかどうかわかんない、でも映像だから、うん、あこれ行くのがいつでもいいわってこうって身構えさ、うん、したらそこからよ俺の大嫌いなあのスカラベピラミッドに出てくるであのゴキブリでかいの、俺目の前からブワーぶち上げてドゥワーくんねで、ビビるじゃん、うわーっつったらジェットコースター後ろ行ったからなブワーっつって後ろか逃げるね、首痛くしたもん、うん、俺後ろでいつの間にか前にかかっててドゥワーって行くで、ね、ずっと俺たら山ってあいつ怖いと途中笑い出すよ、うん、俺ずっと喋ってるのに聞こえんの山の笑い声だからギャーッで終わって何があったよって二人とも何も見てない俺だけ俺の大っ嫌い絶叫系って写真買いますかったんじゃん、どこにあるかカメラ、もう俺も山もこう撮るしか写ってないあれね後ろはしんどいぞ、あのあとしんどいな、で山と二人で、じゃあなんだっけシュレック映画、うん、これでいいんじゃんってもうちょっと癒されるぞシュレックでシュレック別に癒されるもんじゃないよ、いやまあだってな暴れたり動いたり映画館みたいな、うん、そうしたらよ竜が出てきて、うん、嫌な感じがする、うん、水バーッとくるの嫌がった、今度は火吹くじゃん、うん、ブワー熱風来るし俺とやっぱびっちゃびっちゃぐっちゃぐっちゃ全然休まらねえんだで一番USS で面白かったのが USS はオリジナルで、うん、すごいんだよトランスフォーマー、あれはねスパイダーマンでも大丈夫、あれは物が動いてるわけじゃないじゃん、うん、映像があとこれに合わせていくじゃん、スパイダーマンと違って最後やっぱ、ね、ビルからトランスフォーマー戦って落下するんだよ、ほら、うん、うわーって
ってガーンってやると手があって、トランスフォーム、みんな大丈夫か、お前かっこいい一番俺とやっぱ二人で走って、まあ、まだ昼の1時半です。時計じゃねえもう夕方になっちゃいました本当だこの店もここで、終わりたいと思います。ほの字さん、ほの字、ほの字、ぜひここ今食べたの全部おすすめだから、うん、よろしくお願いします。ほんじゃ。